シムライズは、香料、方向化合物、食品成分などを取り扱う化学品メーカー。香料、方向化合物分野では、世界有数の規模を持つ。ドイツにイーダーザクセン州、ホルツミンデンに本拠を置き、世界約40カ国に拠点を持つ。日本法人は、シムライズ株式会社。フランクフルト証券取引所上場企業。シムライズの前身は、共に、 コルツミンンに本拠を置いたハーマンライマーとドラゴコの2社である。ハーマンライマーは科学者のビルヘルム・ハーモンらによる1874年の工場設立に始まり、1876年にカール・ライマーが入社。ライマーはバニラの香りの主要成分であるバニリンの合成に成功し、会社はバニリンや食品香料として利用されるイオノンの生産で発展。 1953年にバイエルの資本家に入り、同社の子会社として欧米諸国やラテンアメリカに至る化学品の生産体制を維持した。ドラゴコはカール・ビル・ヘルム・ガーバーディングとオーガスト・ベルマーによる1919 19年の設立に始まり、1930年代から香料、芳香化合物の生産を本格化。1970年代には香港、シンガポールなど、 アジア各地にも拠点を設けた。2002年7月、バイエルがハーマンドライマーの保有株式を北欧最大の投資ファンドイークと2売却、ドラゴコの株式も購入したイークとは、両社の事業統合に踏み切り、2003年2月20日、合併が成立し、シムライズが発足した。2005年に両社の生産体制の統合が完了し、2006年12月、 フランクフルト証券取引所に上場した。合併後は企業買収を続け2006年1月にハンブルクに拠点を置くカーデンバイケミックルズ GMBH を2007年1月にイギリスのステングリミテッドをまた2008年9月にアメリカ合衆国のフレグランスメーカーのマンハイマーフレグランセズインクとインターコンチフレグランセズインクを一挙に 毎週、2013年3月、ニューヨークに拠点を置くベルメインクを、毎週、2014年4月、フランスの投資会社、アルディアンから、食品成分メーカーのディアナグループを、買収し子会社か、2015年9月、ジョージア州に拠点を置く、工業メーカーのパノバホールディングズを買収した。2016年10月にフレーバー、ニュートリション、 セントケアの3部門体制となった。ホルツミンデンの本社のほか地域本部としては、アメリカニュージャージー州、サンパウロ、レンヌ、シンガポールに地域本部がある。日本法人の前身は、ドラゴコの日本法人、株式会社ドラゴコジャパンである。本国でのハーマンライマーとの統合に伴い、シムライズ株式会社が設立された。東京にオフィスを置き、 茨城県稲敷市に工場を持つ。ありがとうございます。